皆様こんにちは、カメラマンの清水です。本日も当チャンネルご視聴いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルは一眼レフカメラ撮影の初心者の方への撮影テクニックとビジネスや教育系の YouTuber の方へ向けて動画の始め方をできるだけ敷居を低くお伝えしているチャンネルになります。この動画を気に入っていただけましたらタイトル下のグッドボタンと赤いボタンのチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。またツイッターでは写真と動画のブランディングに関するお話をつぶやいております。こちらもぜひご覧ください。本日の動画では一眼レフカメラでお子様の写真を撮影することが多い皆様へ向けて桜を生かしたお子様の写真の撮り方いくつかお話ししたいと思います。ここでのキーワードは一つだけあります。それは高さを出すということです。前回の動画でもお話ししましたが桜の花は皆様よりも高い位置にあることが多いです。お子様を撮影するとなるとなおさら高さがないと桜の花の方ですね写し込むことができません。ここでは小さいお子様であればパパやママに抱っこをしてもらうジャングルジムや滑り台など公園の乗り物やテーブルやベンチなどの高さのあるものに乗ってもらって撮影をするなどがあります。これらに乗っていただいてもまだ高い位置に桜はあると思いますので撮影をする方は低い位置で見上げるように撮影をすることを意識してできるだけ桜の花が映えるようにしてください。お宮参りの場合はしだれ桜を使うとお子様を絡めた桜の撮影がしやすくなります。このしだれ桜は背景に入れ込むだけでなくカメラの前にも桜を入れ込む前ボケという技法も使ってファンタジックな写真を心がけると全面ピンクに囲まれたような写真の表現ができます。僕自身は子供写真を重点的に撮影の方を始めて4年目になりまして桜を絡めた子供写真も開花時期にはほぼ毎日撮影に出ております。口コミなどは概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらもぜひご覧ください。現在写真や動画撮影に関するお悩みご質問の方をツイッターより受け付けております。こちらも概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひともご連絡ください。以上カメラマンの清水圭介でした。チャンネル登録やいいねボタンなどぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。